ございます。はい、おはようございます。なんかちょっとアングルが、あ、そっか、なんか今あれやってるんか、ゴールデンウィークキャンペーンみたいな、だるまさんが、金のだるまさん、金のだるまさんがポイント対象のやつ、また1位とか掃除機は何かあるっぽい。今日は鼻血でんかった。そう、今日は鼻血でんかったです。そう、よかった。うんと、マチョキも出たら大変だよ、本当に。前回のやつ、これだね。先月か、3月度の目標がこれですね。見えない。あやみが M のサイン声を勝手に覚える新しいクラスに、タケノコの里か、タケノコの里派がキノコの山派かを聞く。で、ママの目標がウィンクの銃弾を覚える。で、 X-5kg 痩せるですね。で、マメちゃんがあやみの部屋を荒らさないです。まあ、それはちょっとママが帰ってきたら、帰ってきたというか、こっちに戻ってきたら、まあ、じゃあとりあえず歩みの目標だけやっときますか。まず M の際声を勝手に覚えるは、まあ、はい、達成しましたね。はい。で、新しいクラス全員にタケノコかキノコ派を聞くは、これは確かね、もうショールームで言ってた気がする。なんだっけな、
かチョコ嫌いとかクッキーが嫌いとか食べないって人もおったから5対15やった気がする。キノコが5でタケノコが15か、人数がね。ですね、あやみの目標はこれです。じゃあね、全然なんかみんなそもそも食べないですって子が多かったから、そのあんまりやったよ。自己紹介前も前のあれでも言ってんけど、あのあやみがなんか自己紹介一人一人しようって流れの時に、あやみがタケノコかキノコ派もそれでよっていう流れにしたから、まあ実質丸それでまあ答えてくれた、みんな一応みんな答えてくれたけど、食べないですとかチョコ嫌いだから食べないですとか、あとはなんかクッキーが苦手なんで食べないですとか、そういう子もおった。なんかね、聞いてみたら聞いてみたで意外とこのお菓子を食べてない子たちが多かった。そう、チョコ嫌いな子いちゃん。タケノコとキノコ食べた、タケノコとキノコ食べへん人おったんやって感じ。もうちょっと4月変えとくか。頻繁には食べない。でもいろんなタケノコいっぱい食べても確か高いもんね、ちょっとおでんなんかも高い。4月度高いのよ、なんか200円ぐらいするもん。矢印、うん、OK。 あ、待って、まめちゃんのもジャッジできるね。これはこれはほんまにまあでしょうねって感じ。はい、ならずですね。はい、達成ならず。まあそれはもちろんもう、うん、まあでしょうねって感じ。金ちゃん、ちょっと金ちゃんの妹ちゃんです。ですよ。それはそうなのよ。はい。
荒らしますね。のんきに泣いてはりますけど、寝る前にねめっちゃ暴れるのよね。豆とタッチがゴマちゃんはなんかついてってるみたいな。鬼ごっこはしてる夜で、全然寝られない。あ、今もしてるわ。豆はそう物を荒らしたりは全然する。この前さ、今あやみにママがさ、なんかあやみの部屋に飾ってたさ、あやみの赤ちゃんの頃のさ写真を倒してた。おお、もう一息つかせてあげてよ。クマちゃんが体きれいにしようってしたらマミちゃんが襲ってた。鬼ごっこしない、鬼ごっこ中に体きれいにするのもあれ。麦ちゃんがマジでみま、もうママパパかパマママの親って感じ。めっちゃなーにな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 に、そんな、え、あとはママのねあれです、目標だけ。昨日の話、普段の出へん人からしたらびっくりやんな。あれはあみはもう日常、ほぼ日常。中学卒業するあたりには出なくなる、出なくなるかな。ママが来た、遅いおはよう。日常、マジ日常。あれママが来た、うんママが申し訳なさそうに来た。おはよう、うん、ポケモンになっちゃった。前帰って遅刻や。いや起きてたから起きてたから。だってもうママ嫌なやつ終わってるよ。うん、そうやるわ、貸して書くわ。じゃんじゃじゃーん、これどっ、うん、でかそう、起きてはいたよ、一夜ママな。起きてはいた。はい、おもろ。ウィンクの銃弾を覚える。ふたっす。ブブーあやみがさ、なんかあやみをさ、覚えなあかんかったからさ、うん、教える時間がなかったの。そうやった。普通に。そうやった。しかも自分でも、あやみが覚えたら、あやみ動画送ったよな。うん、送った。あやみが覚えたら教えてもらおうと思ってたら、あやみウインクの銃弾めっちゃ後回しにしとって全然、え、でも踊ってはみたよな。踊ってはいたな。うん、無理やった、無理やったな。難かった難かった。見ながらとりあえず踊ってみててんけど、言い訳いっぱいあるよ。言い訳いっぱいあるの。うん、言い訳いっぱいある。言い訳いっぱい言っていっていい？ないよ言い訳は、うん、疲れてた。うん、はい、うん、ダメです疲れていました。ダメです。あとは、あとは、ないやん疲れてた以上やん疲れてた疲れてた。ダメ
れてましたね。ちょっと驚き力なくて。それはあやみもや。いやあやみは分かる。あやみもだってさ、ピンク以外に覚えるやつあったよもん。十何曲、十三曲か。言い訳メイビー、言い訳メイビーちゃんになんねんけど。えほ、なあ先生おらんかった。まあメイビーちゃん、あやみは先生おらんくても頑張った。あやみはプロやん。なんで？なんで？佐藤さん頑張ってますやん。嬉しい。じゃあそれ。で、マイ X マイナス5は絶対無理やと思ってたら、うん、いけてた。さっき測ってきた。X が、あの元のな、ピークの。一番最初の。ここ最近のピークの X、そうそうそう。何月あれ始めたの？11月かな。11月か12月の。11月の。11月に X-1.5 から始めて、そのもう11月マイナス5いったってこと。11月28日の時の体重より5キロ痩せてるってこと今。うん、えぐ。5キロって結構あるよ。だって生まれたての赤ちゃん、ちっちゃい赤ちゃん 2人分ぐらいあるよ。ちっちゃい双子ぐらいあるよ。すごくない？ちっちゃい双子、ちっちゃい双子ずっと抱えて生きてたってことやんな。重方法は、でも、でもさ、ウィンク踊ってたらもっと痩せてたかもかもしれへんな。方法は歩いた、いっぱい運なんか。双子運なんか下脱いできる。37キロになったって誰から聞いたん？あやみよりしたやん。誰からの情報なん？ないやん、ほぼ。おもろ、頑張った。歩きました。だから疲れてたから踊れなかった。朝ごはんは食べた。朝ごはんは毎日食べてて、お昼ごはんめっちゃ減らしたな。知らんな。知らん。お昼ごはんを減らしまして、晩ごはんはまあちょっと普通に食べてたけど。あ、今起きた。今起きたやって。誰が？遅刻やん。ロドリゲスさん遅刻や。あ、遅刻ですね。遅刻。5キロは米33合ですね。その例え方する人初めて聞いたけど。じゃあさ、うん、絹ヶ酒でさ1ヶ月に炊くお米より多いよ。多いな、5キロって。おすごい。豆腐にお茶漬け、豆腐にお茶漬けのもっとかけて食べる、痩せるんだって。あ、ユッキーさんも遅刻してます。あら、ダメじゃん。あ、ごめん遅刻したってきた。ダメじゃんやって。目標体重まであと何、どれぐらい？15。ん？先は長いぞ。長いな。15痩せてもまだあんなあんの。それは X-15？ 違う。と今から15。え、今から15。X-20 ぐらいまで。そうやな、X-20。え、待って、20戻しても、20戻しても、あやみがお腹にいた時よりも太ってると一緒ぐらい、あの臨月と、あ、産む瞬、あやみプラスあやみってことやな、赤ちゃんのプラスあやみの体型、あの産む前、前の、体重と一緒ってこと。自分プラス赤ちゃんあやみの体重になるってこと。そう、20減らしても怖っ。だから3、言ったら産後から20増やしてるってこと。産後からっていうか、ここ2年でやねんけど。なあなあ、そうダメじゃん。おぞましいな。チョコザップ行こうよ。チョコザップ契約するでいいんじゃん。あ、チョコザップな、行きたいと思ってんねんな。昨日がさっきパスタが多そう。そう、パスタうどん多い。だからちゃん太るんちゃん。完食ね。完食あんませんくなったかも。あ、みやするの。そんなことないかな。え、あんまり知ってるイメージない最近。アミが見てないだけかもしれないけど。そうやんな。完食するのはあやみや。そう、あやみがひどい。あやみがひどい。あやみがなんか、なんだよな。チョコザップしようか。チョコザップ。そう、私身長2メートルあるから、それぐらい太っててもしゃあない。身長2メートルあるから。エスカレーター、エレベーター禁止？エレベーター？あやみも一緒に。
エレベーター禁止でママは生活できるかな。できるやろそれは。やってみようか。うん、待って、でも5階とか登るときあるけど、どうしたらできる。いや、行こう。そやな。え、せんな、ちょっと出産経験ある人ママの味方して。自宅はねマジエレベーター使う方じゃなくて、自宅のタワマンな、私たちタワマンに住んでるやから。そうそうそう、タワマンの5階ぐらい目標チョコザップ契約して週3回通う。いいな、やらななと思ってるよな。え、階段7段7段上がって1キロカロリー、ん、じゃあここじゃあ出産してないで、出産してる人ユッキーさんばっかり、ユッキーさんばっかりじゃユッキーさんばっかりユッキーさんだけやこの中に出産経験の。でもさ、あのさ、ママ、まあ、産んだん早かったやんか、あゆみのこと、うん、その同級生とか地元の友達とか、いわいろんなグループ内でママが結構早かったの、ほぼ一番やって、うん、で産んで、まあ、すぐシュッて戻して、でもあやめが半年 1歳後ぐらいにめっちゃボーンって太ってやんか、ママが。そう、うん、で、あの赤ちゃんになミルクあげてる時ってない、あんま太らへんねん、うん、でそれをやめて、うん、でもそれ以上に食べてたから、うん、めっちゃ太ってん、うん、でもう周りのみんなに、うん、マジ出産って太んねんみたいな、うん、出産マジ気をつけてみたいな、たぶんこんなこんなヤンキーみたいな言い方してないけど、うん、だから出産ってほんまに太んでみたいな、みんな気ぃつけてなみたいな言ってたのに、今30代やんか、みんな産んでるやん、産み終わってる、ね、子が多いねんけど、うん、全然太ってない。みんな細い、みんな細い、みんな細い、なんでなんで全員やと思ってたのに、なんでしかもみんなさ1歳過ぎてるやん、うん、なんでみんな痩せてんの、なんでなんでさ、なんかあの笹岡、あのあんたさみたいな、うん、太るって言ってたやんなまだでもそれは相手からしたら嬉しいな、みんなそうやと思っててんけどなみんな、それはでも相手側からしたら嬉しい、太ると思ってたけど全然太らん、個人差やったみたいな。いやほんまにヤンキーじゃないんだけど、ちょっと飲んでたらかだなって言ってもね、あゆみがね飲まれなくなっちゃうからね、ほんね。あ、じゃあエレベーターエスカレーター、ま、反面教師をしてたんかなママが、あ、こうなるよってだからあの子こうなったから、あやみのママこうなったから、うん、あやみのママママになってこうなったから、うん、気をつけようみたいな、うんうん、でもそ、うん、みんなに注意喚起はしてたもんな、母乳やめた瞬間すごいよみたいな、やばいよみんなに気をつけてって言ってたから、みんな痩せたんかな、うん、太らんかったんかな、うん、もうね、ママのおかげやな。チョコザップってさ、いろんなとこさ、ちょいいの行って、今日はここ、うん、いいんじゃない、だから契約したらどこでもいいんじゃない。なるほどね、減塩がいいらしい、減塩も気をつけるわ、塩大好きママそういう発言が、あ、生駒美香さん、そうめっちゃ歩いてるって、あの仕事変わってからめっちゃ歩いてるって言ってたけど、うん、痩せてない、痩せてない、でもあ、でいっぱい水飲んでいっぱい汗かく、いっぱい水飲んでいっぱい汗かく、うん、そしたら痩せれる、汗で。じゃあ、まあ、さっきあゆみの目標からいこう、あゆみの5月の目標は、うん、1個は決まってんけどな、1個は決まってるけど、もう1個は何にしようなんかいつの間にか2個立てなあかんみたいな流れになってんの。確かに、なんか、ね、確かに、ね、なんか参加活動はさ、ついでやもん、こんなん、何これはもうほぼ絶対さ新しいクラス全員にはもう鼻血を出して配信しない、それはどうでしょうね効力
配信中にもしかしたらちょっと出てくる時があるかもしれない。マサノンさんも一緒に痩せるので頑張りましょうって、ねえ一緒に痩せよう感出そう、もっとお前みんなで一緒に痩せよう。そうする、なんかママ一人ぼっちやからさ、なんか頑張れなかったからさ言い訳メイビーちゃん、ママほんまに元祖言い訳メイビーちゃんやからさ、それを子供からもらえたらそれ言い訳メイビーちゃんになるわ言い訳メイビーちゃんやからさ。でも5月とかになんもないの、みんなと一緒に頑張られへんかったから。待って、中間ある、あテストや、テストある、テスト、テスト。チョコザップってチョコないの？チョコないわチョコってチョコっとって意味だ。チョコ食べれるんじゃないの？ミルのお母さんはライザップ、ライザップか、ライザップの方がでもちょっと短期間で痩せたいけど高そう、しんどそうやし高そう。運動量も僕も頑張って痩せますね。タミーさん頑張って太る、太る、うん、そうやな、目標にみんなですけど。合計テストやめろ、あやみも。テストの平均か平均前後10点以内にする。いや、やま。あま。だから平均、数学の平均が50なら40点か60点の間やったら OK。なるほど。ロドリゲスも、もしかして俺も、ロドリゲスさんもです。甘くていいの。甘かったな。もうテストだから。テストだからじゃ、テストだから、テストだから中間だから、まあ賞味全教科80点以上やって、無理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 、最初中1の最初は去年の今頃はめっちゃそれやる気やったのにな。中2の中間やから、まあでも全体的に平均が高い方やと思うねん。初回まだ中間やから、1学期中間やから、うん、だから今例えて50点って言ったけど、え、でも前さ、うん、前350って言った、うん、合計たで200何倍やった気がする。え、じゃあ300いってたって言ってた、言ってた言ってた、あ、ヘアオイルつけよう、いいよ、めっちゃ出るよな、お、でも前の夜の方が出る、なんか大量に。え、ユッキーさんも頑張ろうね、一緒に計算不動士頑張ろう。クラス何番目でもそれが分からへんねんな。クラ全部クラスの平均以上にするにしたいんじゃん。え、トミーさんが300で褒めてくれてんで、トミーさんとかも、え、じゃあもう300にする、300にする。トミーさんとかも合計480入ってたんじゃん。ねえ、やばいやそれは。だってでもさ、1学期の中間で確か400超えてなかったね。そうやで、400目指すって言って頑張って言ってて、うん、無理でしたってなって、あみは無理なんやって思って、うん、あ、私は無理な子なんやあみはもう勉強ができひんね子やなって思って。そんなことないやろ、別に勉強できひんわけじゃないやろ。あ、なんかな、記憶、うん、その時はできんねん、学習勉強してる中の上やな、中の上って感じ。授業してる時はできんねん全部、でもテストになったらできひんくなんねん。緊張すんのかな、分からへん。あゆみだって興味があることは学習意欲ありそうや、ほんまにそう。確かに英語頑張って。無理です、あ、もう英語がある時点で無理や、もう無理無理。え、やっぱ全部90点ぐらいあってんて、えぐすごい。身についてないのや、身についてないからその時あったのか。って何、今回得意そうなんだ。めっちゃ甘い人んで、目指すって言って、うん、目指しはしたんやから成功ではってやって、よし甘い優しい。英語は大事だから英語の点数を頑張ろう、復習しましょう。英語は前に多分やろうと思ったら1年の一番最初の外国習慣やらなあかんと。え、もうつまずいてるやんそれいや、一番最初は分かる。じゃあなんかさ、テストでは分からへんねんな、綴りも分からんし、どうしたら、まあでもいいんじゃない、何点でも楽しく生きたら何その前にだって24まで NAB 読んでやろう、うん、勉強めっちゃ必要になることってないんかな、ないんかな、あかんか、そんなん言ってたらあかんか。だって日本、あれ日本人やで、
いや英語はあった方、日本人できた方が。海外に行くご予定はあるかもしれんやん。ママに手伝ってもらおう。ない。英学校のテストとは100点ばっかりですよね。赤高い日は甘すぎる。赤点ってあるん、そもそもない。中学校でも30点以下とかじゃない普通は。うーん、高校40以下やったね高校は。えちゃん赤点全然取ってる。今来たかしら。おはちょびん言うてます。こんにちは。ちなみにまだそこまで行ってない。コメント、うん、え、ママとか30分に家出るから早くして。マジでいける。またいける。いママの全身ペンどこ、ペンどこ、え、知らん。黒なんかあった。持ってた持ってた。あった。じゃあもう一個でいっか。もう一個でいいや。いけそうな目標にしたから。出張で海外行くのいいな。羨ましい。あ、ほんまに将来海外で暮らすこともあるかもしれんで。やってママ海外住みたいもん。ハミ日本が好きだから日本がいい。じゃあ別居ということで。はい、じゃあミマもどこでしょう、一人暮らしします。お前アジアツアー。おー、勉強の内容ではなく問題に立ち向かう力を。じゃあ達成や。なんで。あ、やろうとはしてるから。やろうとしてる。いや今逃げてるやん。あやみはでも英語の逃げたよ。英語のテストの時1問につき7分ぐらい考えてるよ。分からへんやつは。なるほど。ずっと見つめ合ってる。見つめ合ってる。見つめ合ってる。そう、問題と。あやみ伊豆。あ、ママが呼んじゃった。ね、シップの綴りって何。もう英語に英語にシップの綴り書いてみや。じゃあまあここに書いてみよう。あ、じゃあこれ後で載せるやん。あ、あ、ダメじゃん。ここでいいや。ここか、ここか。え、それでそれだと思うやったらそれで書いてみちゃうやん。だから正解を聞いてんの。あやみはなんで正解。いや、おもろいやん。いや、よくないやん。だって間違えたらあかんやん。先輩の公演逆やし、ここが。あ、こう惜しい。みんなの白米さんはテスト問題になりたいやって。どういう感情か。あ、見つめられたいってことか。あ、そういうこと。あと10年は卒業心配しなくていいの、助かります。でも分からんなし。なんかこの間聞いたら、そあれは小6の時に言ったことやからねとか言って言ってたこの人。でもなんかさ、将来的に将来的のことを考えてさ、まあ、まださ、まだあんま今の年齢でも詳しくは考えられへんけど、うん、大人になったら、うん、そういうのが分かるようになるやんか、将来的な問題が、うん、それを踏まえて、うん、いつ何歳ぐらいまでなるかなっていうのを大人になったのね。大人ったら考えるかもしれない。でも言い切ってたで、小6の時の悩みが。昨日がさ、悩みはあと12年卒業しません、ドンって。カッコ仮にしとく。カッコ仮にしとこ。だって12歳の時の考えって変わるもんね。変わる、めっちゃ変わる。だってもうバブやん、小6のさ、まだよくわからないさ時の発言音がさ。今もバブいけど。なんでや、なんでや。中学2年生や、ね、成人式まではいてほしい、着物みたい。それはいる、いたい。普通に NNB で成人式したいし。ゆきりん目指したら。33まで。 32?2 いいか。うん、うん、危ね。やめてもさ、悩みって劇場いそうやもんな。いや絶対おるで。てかな、客席の方にいそう。応募して、うん、募集、あの、でも今一応守る気はある。24歳の
まあできれば。まあ将来何があるかわからんや。うわまた保険かけ出した。うわ。まあ、そうやな。何があるかわからん。人生さ何があるかわからんや。気持ち的にはある。そう気持ちはあるね。でもなんでさそもそも24までいたいって言ったか覚えてる？わからない。忘れたん？一周 回りたいっていうのは言ってたき。じゃ何で？何？あの新春特別公演で、うん、今年の干支の女の人紹介してもらえるやん、うん、女の人やってメンバー、うん、メンバーな、うん、うわうわで、うん、あゆみは入ったの入ってすぐその年が虎年やったから入った年が虎年やったから12歳入った年が虎年やったからすぐ後の新春特別公演もうさぎ年になっちゃってて、うんうん、あーって言ってあやみもあのえとのメンバーとして紹介されたいからあと12年おるって言って12年おるって決めててんねしょうもない理由しょうもない理由でもしょうもまあまあまあうんそれでおもろメイクしようあこれ使いますねこのこれピエドあかりんさんの吉田あかり大先輩のご結婚おめでとうございます何アイシャドウとかするの？え自分の使うから大丈夫。これもいらない。何や。持ってきたん？ごめん、あみがな考えるの遅いからやん、めっちゃ。メイクする？あみの待ってね。ママの目標。アイロンどこ？どこアイロン？うん、使わないだって最近使ってないもんそれなんでなんせっかく買ってもらったママの目標は、うん、階段推奨とか階段をおすすめする、うんおすすめじゃない階段もおすすめエスカレーターエレベーター禁止禁止はきついてあのある階段がある何階まではって決めようや3階までは5階は無理やって結構うん、いける待ってでも5階に行く用事をそもそもそんなに作らないいやあかんやろエスカレーターエレベーター禁止か階段がある場合は他は行けるよなそうやな前私タワマンの5階なんやからタワマンの5階なのここタワマンの5階なんギリエレベーターちゃうやんほんまやなタワマンスみたい笹岡さんはあやみんの皆さんと会食をするしたいしたいしたい太らせに来てるお前太らせに来てるバイク通勤禁止あー歩いて行ったら30分かかんねんないいやん行こう待って待って待ってめっちゃ進んでんねんけどコメントうん一旦一番上行きます全部飛ばされたかわいそうママじゃあその一番上までのやつを読むね見るねああ7階まで上がったすごい間食禁止降りるはもう何階とか関係ないくらいいや降りるのも結構しんどいんよいやステップしながらいいやん行きそうやな階段使う階段があるところでは階段を使うことにするほんとダメだって毎日学校の階段登ってるしねな階段を上り下りしてるお菓子禁止お菓子禁止全部あゆみが食べてあげる晩ご飯の後のコーヒー飲まへんけどスタバとか禁止ほうじ茶ティーってもうすぐ出んの8時半に出るほうじ茶ティーラテ好きやねんけどでも学校は4回行ったり3回行ったり2回行ったりこう繰り返してるから
回数自体は少ないけど運動量は多い、体育もあるしな。みんな30分やったらいけるとか言ってる。いけるだって、雨だって毎日行ってるやん。うそやろ、30分かてか歩いて30分原付で行ってるのかバレた原付で7分ぐらいで着く7分もかからんかも。え、わかった、あれにするわ。間食はあかんと、間食禁止はあかんと思う。食べるの禁止はやめといた方がいいと思う。そうやな。かじゃあ階段階段仕様にする。階段使う。自転車通勤は、あ、自転車な、自転車か、自転車で行く。自転車使っていいん、まあ、よくない、平日毎日よくない、よくない、よくない、チャリ1個しかないです、うん、うちチャリ1個しかない、1個しかない、いやダメですね。時々歩くにするわ。じゃあ仕事行くの、あ、じゃあさ曜日決めたら、いやいや水曜日とか火曜日、階段禁止でいい、階段禁止、階段禁止じゃないじゃない違う違う、逆、階段禁止にする、ダメ階段を使う。お菓子は、うん、やめとくわ。砂糖系はやめとくわ。そうするわ。うん、私がチャリ使ってあやみがバイク乗るか。あかんやろ。あかんって。あかんな。うん、捕まえちゃう。ピーポーピーポー来ちゃう。それ救急車じゃない。あ、違うわ。うー。あ、疲れた。かっこ疲れたらしようか。いいな。その保険。その保険入るわ。保険の窓口。何キロ痩せる？今年じゃないわ、今月は。X-5.3。おーい。甘い、とても甘い。ちょっとずつ行く。0.3 だけ。ちょっとずつ行きます。誤差すぎ？あ、でももう笑み書いちゃった。かっこ甘いもつけといたで。甘い親子やな、ほんま。そりゃそうや。ママが甘いねんから、あれも甘くなるわ。じゃあ 5.5 だ、5.5 はちょっと。で、5.3 って書いちゃった。5.3 ってもう書いちゃったな。待って、これさ、ユニットどうしよう。あ、発表した？あやみの目標は？じゃん。ダダン。まずあやみが、チーム N さんの N シップ公演を勝手に覚え、ちょっと明かせ、明かせ。これさ、N シップ公演勝手に覚えたらさ、全公演勝手に制覇。勝手に制覇。勝手にじゃないけどね、全公演勝手に制覇やん。え、そうだね、勝手にが重要ですね、うん、皆さん。ナンバラと M と N は勝手にやから、だからあと立ち位置さえ覚えればもう出れるってこと。 N 頑張ってたよ。 N ムーネ、 M や、 M、うん、M 公演、 M のサイン公演あやみ覚えてて、動画を全部撮ってくれてて、それをまた、まあ、ママが頑張って一個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 な、一個一個ルームスに行こう。あれじゃさ、動画がさ地味に長いからさ、そうやね、めっちゃさむずいね、ルームスの、ルームスめっちゃ時間かかんねんな。毎日一個ずつとかにしようかな。あ、一日一個ずつ、うん、いいじゃん。一日一個ずつ夜にはあげるから、夜の楽しみができるかもしれない。ヤマが階段を使うで、X-5.3kg。 え、てかさ、みんなさ、なんかチーム結構めっちゃ苦戦してるよな。ジンクス？ N はジンクスやし、 M は職員施設、職員室地味にむずいって言ってた。覚えにくいらしい、振りが簡単やからこそらしいって。あんた覚えたんやろ、どうやった？覚えにくかったよ、振りに入りにくかった。チームユニットどうしますか？マイナス5.3甘い。ごめんなさい。でかっこ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、OK。で、あやみの希望的には前回があのわがままコレクションしたから、うん、可愛い系やったやんか、うん。だから大人っぽいやつでもいいなって。ね、でもみんなも狼とプライド一択じゃない？それを一人で。ああ、一人で撮んのがあれってこと？うん、
でやるならアミと本番でやりたいやん。本番で本番でやりたいやん。あれネタ過ち歌うだけ待って移動して歌うだけ過ち過ち、あ、歌うじゃん。もういやいい、いいかもしれない。あ、待って、5月の目標さ、うん、あれもあったやん、あの5月末さ歌唱力、まあいいわ、それはもう個人的に頑張ってくれて、なんかそれに向けてさ毎日歌歌えたらいいなと思って。おい、じゃあ過ち歌う毎日過ち歌う。ユニット誕生日、タンゴやりたい。タンゴやりたい。奇跡は間に合わない。タンゴ、タンゴしたい、したい女だって。タンゴタンゴとかあんまする機会ないやん、もう。おもろい。だからこそ ママと過ちだからこそこういう機会でそういうできなさそうなやつをやりたい。あ、タンゴえ、タンゴ、あ、はい、タンゴ奇跡狼過ちか、うん、そしてコメントが止まっている。お前アミ奇跡の時帽子かぶられへんな。アミはツインテールやから。うまや、コーチはその時だけして。だってアミここやろ、ホーちゃんもここやろ。あ、無理や、コーチ下げてたやんな。そう、ホーちゃんも下ツインになるん。いやえー、出えへんかな確かに過ちの後ろに出会わせてきたアミちゃんが出てきたらちょっと面白いあ、動画で動画で歌えばいいんか。誕生日タンゴ、アイクさん似合いすぎてるよな普通に。わかる。ワンツースリーフォー難しそうやな。奇跡は間に合わないから。マジで親子で過ち、これカラオケで歌ってるとこなんかいつかさなんかであげたいな。あ、じゃあ過ちにしてもいいね。あ、生歌過ち、生歌過ち、高そう音程。ママあと10分マジでやば。グロイリーデイズはもう覚えたナンバー。ママ目標決めたやんな。何が、あ、決めた。中二の過ちってどんな頃に見えたい。え、幼稚園保育園の時、もっと寝とけばよかったって思ってる昼寝の時。うん、それな。でも今寝ようとしたら多分全然寝れんで。誕生日かな、誕生日か単語やな今のところ。え、どっちがいいの。え、なんかそれはあやみはあの M の時と同じで、そのうん、いいか、あの他の曲も一から覚えなあかんから面白いのは過ちやんな。誕生日か単語って言ったら今一緒やん。誕生日か単語は一緒で、誕生一緒誕生日か過ち。で、過ちは歌うだけやから、カラオケで歌ってそれをアップやから、誕生日単語でもいい、どっちもそれでもいい。やんな、2ついいよな。だから過ちは歌わずに、あ、違う、踊らずに、ちょっとなんか移動とかあるからそれもなしで、ママと2人でデュエットしてるのを何かで載せるから、アルムセ載せて。ママを歌わなあかんの。うん、なんでママも覚えやだから、過ち。なんでママ過ち覚えなかの。あ、ママハモリな。ハモリ覚えなかの。2つでもいいかもねみたいな。いけそう。ママがしたパートで。え、でもさ、ママ高音得意。いや。ああ。じゃあどっちも下パートになるかも。ってことで、そうだからユニットは2つですね。ユニットは
あやまちってあれやんな、過ぎるの方やんな。何それ、まつげのやつって。まつげのビューラー追ってってないで。と謝りすぎる、あ、合ってた。ママの携帯か、ママの携帯か。あやまち。ハマりそんな難しくない？すごい。マメちゃんは無理ってことが分かったのでなしで大丈夫です。あやみの過ち言いづらい。あやみの過ち、あやみはあやみを言い慣れてるから、過ちを頑張れば言えそう。ママ早くしないともう遅れちゃうよ。うん、ようよう、もっとダッシュにしないと。なんや、マメちゃんはずっと暴れてるから目標立てても意味ないなって思って。唯一達成できた目標、いっぱい食べて大きくなるね。あやままち、あやみとママみと、あやままやん。マジでむずそう。ほんまに今月はさ、もうギリギリじゃなくてさ、ちゃんとやってな。よから逆にギリギリになっちゃうかも。え、ラップ上手くなりたいって言ってた。来月それにしよう。肌、お肌綺麗？え、特に何もしてないけど、化粧水とかはまず徹底してる。え、お風呂入ります、クレンジングします、髪洗います、洗顔専用のやつします、で体洗います、出ます、ほんで あれで拭いてる、あのタオルじゃなくて、体拭いたタオルじゃなくて、その顔を洗うフェイスタオルっていうので洗ってる。そのタオルで拭いたらそのなんか菌がついちゃうから、使い捨てのフェイスタオルで顔拭いて、でまあ何をする、何もかもよりも早く化粧水塗ってる。あやみ乾燥肌やからひどいぐらい。クリーピーナッツバリのラップを、そうだから、そうやな、その方のラップを練習したいか、あちゃんみなさんとか。なんかその辺の雑巾はやばい。その辺の雑巾、ああった、ふきふき。
昨日は一緒の時の動画見たけどあの子よりはめちゃ綺麗だった。え、嬉しい、やった。そういう中学生向けの美容情報を TikTok、 あー確かにな、頑張って編集しよう。さみへさ、なんかさ、ただ撮っててなんか上りだけのやつでもいいけど、それ編集してあげるやつでもいいなって思ってて、編集頑張ったらいけそうやん。で、アミ編集の仕方は猫ミームで覚えたから、アミーム作りながら覚えたから頑張ったらいけそう。あやみーム作るときにママに教えてもらったのよ、そういうの編集を。ね、笹岡さん時間やで、やって今は30分。うん、出ましょう。でも自分が編集したいからあります。おばさん、おばさん今日、おばさん今日あれよ、ナンバだよ。どうやって行くの？交通費ください。もう前日までに交通費請求するって目標に入れてくれへん。ほんまに2回分渡したやつはもう2回分使った？あれを、え、昨日渡されたやつは交通費と歯医者さんに使う。あ、待って、300円。何？300円返して。何？メイクの。返してちゃうやん、それ。あれ、返してじゃないよ、あれは。だから結局返してじゃないやん、くださいやろ。もらったで、もらったけど、うん、あの帰りに使っ、家から帰るときに使ったよ。ほんで返すからって言われて、あ、だから返して、返してだった、うん、返して返しました。そう、300円と自分の所持金で家帰って、それを返して、あ、これ返されました。はい、はい、ありがとうございます。あ、楽しい労働。俺にも300円くださいやって。いいよ。いいんや。あ、時間大丈夫？時間大丈夫だよ。今何分？32。全然いける。300円の争いやばい。じゃあ、いや別にいいの。今何よ？あ、土曜、日曜です。マジ？日曜日か。明日も休み。じゃあもうちょっと遅くまで遊べるか。何を言ってんの？日曜か。遊びたいな、じゃあ。あ、ここで？うん。あ、そういうこと？そうしよう。今日は。まあ、利子。利子で100円プラスやばい。もうちょっと、あれや、時間余裕ある。何や。10… 何分入れんの？9時前。でも1個か使ってないねんな。じゃあ何、1個か使ってない、一回一回1個か使ったんが、1個か作ったんが、あの小学生料金の時やって。そうそう、ちょっと買いに行くのめんどくさくて。あ、ちょっと高い気がする。猫に服の紐やられてる。ああ、あ、切符買ってるよ。だからあやみ、電車ギリギリの時めっちゃ急いでる。もうボタン連打。ボタンだと思った。うん。でもギリ間に合ってる。どこやったかな、あやみの行こうか。
っちゃい時、あ、小学生の時の猫に服の紐やられて、ああ、あ、そのもう切符の場所の配置、切符のボタンの配置も覚えてるから、急いでる時はもう見ずにもう先に次のボタンのとこ連打して、こうかな、こうしたらいいんだけど、でもさ、もう新しく買わなあかんってこと、分からへん、あれどうしたらいいの、大人料金やから、小学生料金のイコカをどうしたらいいのか分からへん。でもなんかもう1年そのままってことやな、うん、うん、やばかさかさんのゴールデンウィークの劇場予定は、え、何も決まってないな、ゴールデンウィーク何やってんの、いいよ、早見出る、分からん、わからんらしい。前、あ、前スマホに入れたらいいやん、イコカのアプリ。え？え？あやみのやつにも入るん？入る。だってあやみの携帯のやつ元にしたらいいんじゃない？なんもない。それってさ、携帯のやつってチャージどうすんの？携帯からできんねん、はあ、だからあやみのはできひん、無理だね、どうもない、え、ママゴールデンウィーク劇場行かんな行く予定ないな、5月5やろ、5月5って生誕祭です、でも麦ちゃんも生誕祭よごまめ麦も生誕祭よ、みんな生誕祭5月5、かわいい、え、もう今日もゴールデンウィークの人もおるんちゃう、27、28、29、うん、全部仕事ですで、30、1、2も仕事やろ、普通に30分に出るやめた、30分に出るやめてん、10時やから、ほんま日曜日やな、うん、9時やな、似てる、うん30分伸びた、で、なんか食べたい、つって、あ、朝ごはん食べなあかんな、うん、チャーハンの残り、うん、ご飯はダメ、ダメとか知らんやん、マジでわがまま言う、わがままじゃないねん、これは、理由があんねん、じゃあ前日にパン買ってって言っといてじゃあいいやん、あ、味噌汁は聞こえてない、偽物の味噌汁でいいってこと、うん、偽物って何携帯探してたけど、あれめっちゃうちにパン食べに行こうかな、じゃあね、ご飯は朝食べたらな、いあの起きて初めてのご飯、ご朝ご飯、ご飯の網あかんねん、食べられへんねん、あ、なんかパンあった、あったんかい、そう、一回それでな、
ほんまに行儀悪い話するけど、一回それでめっちゃ吐きかけたことがあって、それがトラウマですね。もうなんかもう、だから朝お弁当作る時もキャンプでカレー、あれ朝じゃない、あれめっちゃ昼、そう、しもだ、しもだ、しかもなんかお弁当作って、なんか匂いもダメっぽくて、あのお弁当作る時とかご飯使うやんか、それ入れてる時チン、なんかチンするんだけど、そのチンしたお米の匂いとかもほんまに苦手。でも昼になったら、あいい匂い食べたい、お腹すいたってなる。なきじゃないんだけどな、白米ってかご飯か、昔された時体質変わる、つか変わるかな旅館とか大変、ご飯にのりと、ご飯にのり、納豆に焼き魚、それ美味しそう。だからそれはあれやなけど止まった。ああ。そのまま。何それも何もない。あ、ピザパン。かゆ。止まる？でも通信制限来ても、してる、インターネット切った、切ってみたけど、え、インターネット切った、 Wi-Fi を切ったってこと、あ、そうそう、ありがとう。あ、なんかすごい、え、ちょっと、うん、見えてない、そんな大した大したパンじゃないか見せないで、追いチーズしたいな、いただきます。行儀悪い、うん、何しよう、行儀悪い硬い、うん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 、あ、またダメになったって言ってる、戻った、治った、うん、インターネット、なんか Wi-Fi の方が調子悪い時あんねんな、Wi-Fi から一番遠い部屋かとかある？多分ある。ん？マジ？電子レンジ使うと Wi-Fi 繋がりにくくなる。今使ってたな。うま？そうかも。あ、劇場でマシですね。電磁波みたいな、うーん、相性悪いんや、すごい、一つ賢くなってしまった、うん、そう、今日は歩いていくんですよね。今日は歩いていかない状況です。行ける距離じゃないかも。今日は気が楽は。今日は仕事。歩いたらめっちゃかかりそう。あ、まあ三つわらじ履いてるから。うん。あ、午後の方やったらそうなんや。でもあんま遠くまでが無理なんやったっけ、よし、
いやもう働きすぎやんな。やめたい。やめたくない。やめたくはね。うちや。今日のはなんかもう自分で好きにやってるやつやから全然楽しい。二刀流にしたら一個減らす？もうさ、三つ目もさ、そんな毎日ではないよ。三つ目とかも月に。うん、私も三刀流減らして、すごい。すごい。でも全部こう食種は一緒やねんけど、あ全部一つあれ一つできることがあれば、なんかカレー屋さんとかやりたい。あともう一個カフェやりたい。ご飯屋さん。カフェ、うん、カフェ早くやりたい。ね、漢方の塀はさ、それじゃない。なあ、あそれその話したが。うん。じゃあね、その話をしたときに、うん、アミがまだ詰めてないでって言ってやんか、うん、そしたらその日にちょうど詰めてた。しかもちょうどその日。漢方の部屋でもめっちゃ広かった。昨日見ててんけどさ、広いね。うん、広すぎた。2階もあったよ。2階に住めばいいんか。じゃあ近すぎん。カフェやりたい。カフェ、カフェ劇場の近くがいい。でもちょっと閉めて公園見に行くから。閉店。お見送り会参加せずにまた開店するの？お見送り会、いやお見送り会も参加してから自分の笹岡カフェにだって戻んね。あ、民宿もいいな。でもまあまあシーツつけたり外したりするの嫌いから、やっぱ民宿嫌い。セルフ、セルフ。あ、セルフでやってくれる、うんうん、そっか、それならいいかも。まあコンビニ近いからめっちゃいいやん。そこ民宿にするか。そうしよう。にしては狭くない。民宿の参加にするか。シーツつけたり外してすんのほんまに分かる。家事の中で5位以内には入るかも。わあ、セルフ民宿。そうしよう。まあ笹岡荘いいな。面白そうみたい。若おかみやや、若おかみ。ほんまのおかみになっちゃうやん。ほんまや。ささやきおかみや。宿泊大変そうやし、そうやんな。大変そうやんな。大変そう。まあ何も仕事は何事も大変なんだけど。上は、上は、うん、やっぱささおカフェにする。上は、あ、じゃ厨房とかにしよう。みんな劇場前後笹尾カフェ来てくれる？5も空いてるのいいな。うん、5も空いてるよ。劇場の公演の感想を語り合わなあかんからね。ま、上はあれ、あやみの今までの公開してない写真とかを飾る場所。絶対行く、行くしかない。みんな来てくれるやん。嬉しいね。なんかでもさ、そういうさ、授業を始める時ってさ、うん、なんかお金を貯めて、お金を貯めて授業を始められるようにして始めるのを待つのはおバカだって、あのなんかで読んだ。
検査そんな検査するときは融資とかを受けて、うん、もうさっさと始めて、うん、稼いで返した方がいいんだって。なるほどね。もう自分で食べずにってこと。うん、検査するときはオタク連合で安く手伝いできそう。いろいろ職業いろいろいる人しかいな。土地関係の人とか。建設できる人。アルコールの提供はありますか？うん、アルコールの提供もありにしましょう。公演後は。公演後だけ。木永さんあやみ記念館おもろい。クラウドファンディングおもろ。電気ならやって。うわ、電気。フォークリフトの免許あります。カフェ兼ライブ、え、そう、ライブビューイングもしていいんかな。待って、あかんかな。いろんな人いすぎ。料理は得意です。普通免許なら。普通免許まあまああるよ。この流れできてさ、この流れできて普通免許おもろ。あきら先生はタダで食べれますね。あきら先生来てくれるかな。来てくれるんじゃない。あ、英検さん行きはあるって。英検さん級だからあれや、接客3級。3級って、うん、3級まあ2級あるよそんな。だから接客してもらうママは作るやろ。ユッキーさん登録販売者や。薬売れる。漢方の平和やんじゃい。すごい、みんな何映画検定とかあんの。旅行管理者もインバウンド対策書道書道ダウン。みんなめっちゃおもろい。うわ、韓国語の人はちょっといいね。韓国語、中国語、英語喋れる方。でも別に観光客大歓迎じゃないからな、うち。まあ確かにな、大歓迎、うん、歓迎はしてるけど、でも基本別に歓迎もしない。観光客別に来なくていい。なんで。だってファンだけでいいやん。NAB のまあ語り合わへんもんな。うん、船の免許や。交渉作業有給で宅建士。あ、宅建、あ、宅建、宅建。でもそれ家、空手、空手。すごい、みんなそんななんかいろいろ、すごい、いろいろ持ってんの。関係な、関係7級。マスオさん、突撃物。宅建士や、宅建士ちょっといるかもしれんな。先輩の船、ちょっとごめんなさい、船はちょっと、うん。あ、釣って、船で釣りに行って。教育免許を持ってるって。誰誰、あ、ほんまや。作図設計できます。すごいすごいすごい、みんなのやるできることすごいすごい。行政書士すごいすごい。大型バス運転できる友達。あ、じゃあそれでちょっと輸入とかいろいろ。すごいすごい。測量手法、え、なんか技術手法あります。しょうまちゃんすごい。しょうまちゃん、秘書検定2級すごいよ。第2種でみんないろいすごい、みんないろいろ持ってるよね。原付も乗れます。ママも乗れます。かわいい、原付乗れるね。危険物取り扱い者すごい。やあれや、裏切り者を探してもらおう。うわ、千秋さんが食品衛生責任者の免許持ってる。だから強っ、できるやん。採用。もうできる、もうできる。採用。サミーさん皿洗いしなくていい。だってあれやろ、これママだけでオープンすんのやったらママがこれ取りに行かなあかんねんけど、食品衛生責任者のとこに千秋さんの名前かーりよ。採用。国営放送のラジオの川柳番組で11回会場。川柳ちょっとかカフェか。大型自動車免許あります。送迎バスあり、送迎バスあるらしい。ほんなら劇場の近くじゃなくても。あ、じゃあ大型自動車でキッチンカーしたらいいってこと。それはでもママ
できるならなんか意味ないか。あ、そっか、キャッチのバイトならキャッチしてくれる。みんな劇場を喋ってる時にどっか入りませんっつって、うん、あそのカフェ行きますみたいな、うん、みんなキャッチな、じゃあで僕が連れてきましたって申請して、そしたらあのなんか生写真とかあげる一個買ってきて、怪しさ倍増。確かに人間にはあれですが、猫には、あ、猫も連れといていい、そこのカフェ、猫カフェ、麦ごまめカフェ逃げそう。グルールレビューめっちゃよく書きますあーなんかうまくいきそう、ママのカフェ事業ほんまにちゃんとうまくいきそうでおもろいねんな、いろんな人。いやでもそんなん、そんなこと、そんなんな、そんなんさ、なんかさ最初だけかもしれへんよ、来るのもみんな最初だけかもよ。だからそれをならへんように美味しくすんねん、うん、で美味しくするだけでもあかんから、じゃあ生ビール150円とかにする。みんなで協力したらほんまにできそう。あと5分やで、うん、あと5分やな。だってもう家で余剰タイムで持って行ってるもん。なんかついてない、何、なんかファー言ってんな、うん、換気扇か、ああ会員制、あ会員制、ちょ、鼻かみます。いいな、あやみ、いいやろ。昨日トマトつけ麺食べた。また？トマトつけ麺大好き、大好きおばさん、トマトつけ麺大好きおばさん。もうそろそろ店員さんもママの顔見てトマトつけ麺ですねとか言われそうあ、今日は違います。あ、いや、はい、そうです今日もトマトつけ麺です。何、あやみの炭酸さってんの。え、ママの氷河崩したらあやみの炭酸ないかな。てか、あやみないって、1個しか。出てないで、シンプルに鼻水。今日は、え、寒い？うん、あったから、うん、あそこにソフィアがいたからそこにディズニーキャラで、そこにソフィアがいたから、それディズニーキャラで、ギュッツで髪の毛だけ釣ったもん。アリエルじゃないよ、これはラプンツェルのお母さんと言われてる子。え、ラプンツェルのお母さん、そのソフィアが、なわけない、都市伝説な、なわけない。なんか動物、ラプンツェルが動物と話せるのもソフィアの影響らしいよ。髪色も目の色も一緒やし、ドレスの色も、髪色ちゃうやん、ラプンツェルのお母さんって、茶色い、金髪じゃない、違う、あ、お母さんってそっち、うん、実母の方、あ、そう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 、お母様の方かと思う悪い方じゃないよ。ビール150円って安すぎ、安いやろビール飲まんから分からん、飲み放題1時間1500円、なんかそれは安い気がする今日暑いの最悪、ジム行ってきます、えらいえらい。僕も起用のポストしたら起用からいいね来るから多分バレてる、おもろ爪切りある、ここにはない、何か爪は、どういうの
今日は夏日、夏日また、え、前も夏日なかった、この間真夏日35度あんの、この前真夏日です、35度6度真夏日7度、今日も真夏並みらしいわ、真夏の概念ちょっと考えました、9時9分、あ、9時か、9時が9時9分に見えた、9時さあ家出ましょう、うん、あー楽しかった、また遊ぼうね、また遊ぼうよみんなまた遊ぼうね、行ってきます、今日はいっぱい仕事、いたちょうどさ、うわコナンの絵がいいな、ハットさ、ハットコナンの絵が行きたい、あーちょっと行ってきます、いってらっしゃい、そういえばコナンの絵がネタバレ食らった、ママもやばいよな、 TikTok の友達、 TikTok 友達、友達 TikTok のさコメント見てたらさ、うん、そう、TikTok のコメント見ひん方がいいで、みんな、でもなんかママ一瞬で閉じた、もうピッて閉じたから、なんか優しい人はなんかネタバレですみたいなこと書いてくれてんねんけど、書いてない人ほんまにめちゃくちゃちゃんと、最悪やねんけどと思ったけど、あんまり見ひんようにした、もう記憶から消した、じっくり読んでない、友達がマジで最悪、もうほんまに、え、友達に言われたってこと？言われて、なんで言うん？言わ、なんかそのめっちゃ大きい声で、なんかそのまあ違う友達が見た友達に、え、コナンってあれなんなんみたいな、どういう結末なんみたいな聞いてやんか、そしたら聞かれた子がもうなんかクラスのみんな聞こえるぐらいの大きい声で言ったから、え、最低、え、ほんまにほんまそのさ声で言う人あるって思った、最低、こそこそ話でよくない、ほんまに説教された方がいい、ほんまな、それな、でもなんかさ多分さ国先生に呼ばれた方がいい、多分さ校則とか作った方がいいよな、なんなら法律にしてもいいと思う、法律にした方がいい、うん、法律にしよう、ネタバレ禁止っていう法律作ろう、なあごめん、あごめん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 、バイバイ、みんなありがとうございました、やっぱりなんか今回もラーンっていうシーンがあるらしい、今日もラブです、ちょっとマジネタバレ野郎さんはもう放課後にあれやからな、呼び出そう、もう体育館裏呼び出しやからな、マジで先生とあやみと誰かで、ビッグラブ、バイバイ、バイバイ、頑張れ、頑張る、じゃあ、ラブラブ、悪気はないんやね、その子は、いや、多分わざとやでダメだけじゃない、いや、ほんまにわざとやろって思うぐらいの、いつもそんな大きい声出さへんね、中二ってそういう年頃よな、うん、テンション上がってんのか知らんけど、めちゃくちゃ大きい声で言ってきて、マジでもうほんまに、もうあれあれを一日中さ教室に釣り上げるよ、ほんまにここもう体ぐるぐるに縛ってピーってやって、あやめがもう授業中だと思っとくわ、たまにゆらゆらしといてあげよう、レーザーヘッドが生徒釣り上げる時みたいなやつする、もう波はそんくらい罪重いからな、いってらっしゃい、行ってきます、止まれ、頑張る、浜谷、うん、映画配給会社、あ、てかもうあれネタバレ取締り係みたいなやつ作る、ネタバレ取締り委員会みたいな、芋虫にしちゃうぞ、ガッチャンみたいにしちゃうと、それはそれでいいな、待ってされた、あ、ごめんなさい、ガッチャンとおそよのことできるってことでしょ
でもここあんまな、なんか今ここの回使うような回じゃないからな、賞味こっちを、こまちゃんが見てる、あ、逃げられた。さっきさ、今横でさ、ゴロンしとったから触ろうと思ったらさ、もうめちゃくちゃ大急ぎで逃げられちゃった。やべ、もうそろそろちょっと終わりますね。いきます。13位キャンサンさん、ありがとうございます。12位ピーマルさん、ありがとうございます。11位ハットズッキュンバッキュンされた人ありがとうございます。10位マスオさん、ありがとうございます。9位ダロトさん、ありがとうございます。8位ダロさん、ありがとうございます。7位タツミンヤさん、ありがとうございます。6位ヤモくん、ありがとうございます。5位坂本さん、ありがとうございます。4位トミーさん、ありがとうございます。3位サトくんさん、ありがとうございます。2位マサノさん、ありがとうございます。そして1位は柳さんでした。ありがとうございます。はい、ではありがとうございました。明日も8時半からですね。8時半、休日なので、はい、ではありがとうございました。明日もやるよ。あの、毎日配信なうだからね。嬉しい、また来てね。ありがとう。やばい、母はやばい。明日も見れる、やったね。はい、では明日もよろしくお願いします。8時半です。ありがとうございました。バイバイ、また明日。